クナッピーです。こんにちは、こんばんは、皆さんお元気ですか？はい、ナピーも元気ですよ。スティアットホームって言ったぐらいでやっていきますね。まあまだまだね、猛暑が続くという昨今、こう暑いとなぜか辛いものを欲しませんか？暑さで食欲が落ちる一方で、スパイスの刺激的な香りがそそってくるからでしょうかね。涼しくしたお部屋でスパイスの効いたものを食べるのって至福の時ですよね。そこでセブンイレブンさんで激辛と歌うものが出てまいりましたよ。はい、こちらでございます。はい、こちらね、銀座デリー監修ホットスパイシーチキンカレーでございます。はい、550円、703カロリーになっております。はい、まあね、夏にぴったりな激辛チキンカレーなんですよ。はい、ちょっとね、開けてまいりましょう。よいしょ。あ、出てきました、出てきました。もうね、全体に辛いやつ出てきましたね。はい、こんな感じです。ちょうど半分ずつになってるんですかね。はい、見えますか、見えますか。はいね、飴色になるまで炒めた玉ねぎの旨味とスパイシーなカレールーにゴロッとした鶏肉を盛り合わせました。でね、こだわりで創業1956年インド・パキスタン料理店銀座デリーが監修なんですよ。手軽にね、専門店の味わいが楽しめますっていうことですね。はいね、またね、このスパイスですね、スパイスには厳選した12種類以上のスパイスを使用することで、はい、辛さの中にも後を引くうまさを感じられますっていうことですね。で、先ほどね、ちらっとちっちゃく書いてあったんですけれども、はい、辛さがね、苦手な方はご注意くださいって書いてありました。はい、ふなぴーとしてはもうカモーンでございますよ。はいね、時々ふなっぴーもね、カレーって言って食べたいんですよ。分かってください。はいね、この銀座デリーさんですね、監修ですね、昭和31年ですね、64年ぐらい前になるんですかね。はい、半世紀もね、歴史を持ってますね。インドの味を損なわず、日本人のね、味覚に合ったカレーを作っていってるそうですね。はい、まあね、日本とインドの食の架け橋と言っても過言ではないでしょう。カシミールカレーでも有名なお店でございます。はい、今回こちら実食レポしていきたいと思います。はいはい、じゃあね、できる前にね、こちらキリン本搾りグレープフルーツ、こちらをね、飲んでいきたいと思います。はい、乾杯しましょう。乾杯。チーズ。あ、 6% だからね、飲みやすいですね。あ、すごい、グレープフルーツの香りがすごい。うん、夏にはぴったりですね、これね。はい、出来上がりました。うわ、すごい香り。もうスパイスの香りとね、ニンニクの香りもしますね。このブラウン色のカレーがなかなかすごいですね。はい、ゴロゴロしたチキン見えますか？はい、ね、ご飯もね、ちょっとね、ターメリックのような色のご飯ですね。はい、ではでは、この辛いと言われてるやつ、チキンカレーをこれからふなぴー実食レポしていきたいと思います。なんかドキドキワクワクするんですね。はい、香りがすごいんだもん。
はい、でこちらにね取っ手がありますね。分かれてるんですね。じゃあこの取っ手をね取りますね。はい、取っ手なだけにねとっても取りやすいですよ。はい、と言ってこんな感じでね分かれておりました。はい、ではいただきます。まずはこのスパイシーなルーの方からいきたいと思います。もうすごいブラウンないい色してますね。はい、じゃあご飯も入れずにこれだけを。はい、うん、比較的さらりとした感じですね。銀座デリーさんのカレーのシャバシャバ系に、わあ、来た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 、あ、ちょっと待ってね、シャバシャバ系に近づけた仕上がりなんですね。はい、今ちょっと我慢して喋りました。すごいです。うわぁ、スパイス効いてます。とにかくスパイシー、涙が出るほどねスパイシーですね。やっぱご飯と一緒に食べた方がいいのかなぁ。あのねちょっと失礼、下のねサイドとね奥の方でね、もう一口食べただけでね奥の方にねヒリヒリっていう感じ、それとねこの辛みの刺激すごいですね。でも辛いだけじゃなくてね、やっぱりあのチキンベースのね旨味も感じられますね。一口でもねそんな、うわー来ますね。はい、といったぐらいでね、次はチキンをいただきたいと思います。チキンはねゴロゴロと入ってるんですよ。1個2個3個、はい、3個入ってますね。あとは何も入ってません。はい、全部ね溶けてこのお出汁になってるんですね。いい旨味が出てるってことなんですね。はい、じゃあちょっとチキン、すごいこれがまた大きいんだ。はい、こんな大きなねチキンですね。はい、じゃあ行ってまいります。行ってまいりますってどういうことなんでしょうね。はい、いただきます。これね、鶏肉もスパイスを効かしてそこへ持ってカレーの中に入れてるから、すごいスパイスがね鶏肉にね染み込んでおります。はい、うん、味付けがねいいですね。コクのあるチキンですね。あの辛みの中でもねチキンを食べるとね唯一のね助け舟になっておりますよ。じゃあ今度はご飯と一緒にね、やっぱりご飯と一緒に食べないとね。はい、これね、一口食べただけでもすごいからね。すごいな。はい。うん。いや、辛いけどね、美味しい、後引くうまさでございますね。ちょうどね、このカレーとね、このご飯、ちょっとこう、パラッとした感じなんですね。パラッとしたご飯なんで、すごく食べやすいです。それで、カレーにすごく絡みますね。今ね、フナピーは辛さと戦っております。期待以上な辛さでした。こうちょっとね、あのコンビニさんのね、あのカレーだからそんなにね辛いって言っても辛くしてないだろうって甘く見ておりました。はい、申し訳ない。スパイシーで辛くてピリッとくるね、もう後からビリビリがね押し寄せてまいりまして、はい。でもね、このね、でも進んじゃうんだ。この進んじゃうのが不思議ですよね。うん。うん、辛さといえば、セブンイレブンさんの北極ラーメンありますよね。あの、カップラーメンのね。あのラーメンと同じぐらいの、ギリギリの辛さのカレーって言っていけば、皆さんお分かりになりますでしょうか。そのぐらいの、辛さでございます。ギリギリの美味しさ、いいですね。辛さがねギリギリなんですよ。しつこいようですが、はい、ちょうどいいスパイシーなカレーですね。はい、喉にもガンガン押し寄せてます。はい、うん、
うん、旨味があってね、はい、あ、美味しいですね、本当に、うん、このくらいのね、辛いカレーが食べたいんですよ。そういう時ってあるんですよ。はい、でね、鼻の頭にもね、汗をかいてまいりましたね。いやー、ちょっとこれ後でちょっとゆっくり食べさせていただくっていうことで、はい、いやーねー、今回のはすごく美味しかったです。もう刺激刺激すごい。スパイスもね、がっつり効いててね、本当に本格的なね、カレーをね、お家でいただけたっていう感じですね。まあ、最後になりますけどね、まあ刺激度高めな味わいで、スパイスの香りもね、満喫できました。はい、辛いのが好きで、はい、スパイシーなカレーをがっつり食べたい人におすすめです。はい、あのね、辛いものが苦手な方には申し訳ありません。ちょっと辛いかもしれません。はい、といった具合でね、実食レポ終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。じゃあね、また見てね。バイバイ。